どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今回ね、10分ほどの動画を見させてもらいました。私の場合は倍速で見させてもらってるんで、まあ5分少々になるんですけども、一番最初にね、この動画281話でちょっとね、視聴者の方とあとタカさんの方にね、お尋ねしたいと思います。それはですね、まあ例えばここにお財布があります。お財布ないですね。あった。お財布があるじゃないですか。このお財布の中からある人がね、1万円を取ってったとします。どうします？おいおい返せよって話になるでしょ。当たり前ですよね。お金は取っちゃダメですよ。じゃあですね、ここに買ったばかりの漫画があるんですよ。でこれまだ読んでないんですけども、まあ読み終わったでもいいんですけども、誰かがね手を伸ばしてひょいっと持ってったらどうします？おいおい返せよって話になるでしょと思うんですよ。お金にしても物にしても取られたら返せって話になるじゃないですか。でもね、なぜかね、時間に対しては返せってなかなか人って思わないんですよ。なんでなんでしょうかね。お金や物より限界がある時間の方が多分貴重なような気がするんですけどね。そう思うと3分とか5分の無駄話に付き合わされたら、お前いい加減しろよっていうふうに腹が煮えくり返るはずなんですけども、あんまりそうは思わないでしょ、だからここがね、まさにね、違いを生み出す違いなんですよ。結果的な違いがなんで訪れるのか、稼げる人と稼げない人、自由な人と自由じゃない人、なんで違いできるのかっていうのは出発点にしても違うわけなんですよ。今みたいにどちらかというとお金を取られるんだったらまだいいけども、時間を取られるのは5分だろうと10分だろうともう我慢できないっていうふうに思えるかどうかなんですよね。ただ残念ながら時給単価の低い仕事をしてると時間が取られても何にも思わないんですよ。でも時給単価が高い人っていうのは1時間無駄にしたら10万損したって感じになるんですよね。で逆に言うと3万円で済むんだったら、3万円で1時間買えるんだったら、じゃあお金払って済ませようかなっていうふうなバランスになってきます。ワークタイムバランスとか言ってね、おしゃれな言い方する人もいるみたいですけども、まあ、そんなことは私知ったことないんですよ。要するにあなたの時間は一体いくらなんですかってことを自分自身で問いかけてみると、もしかしたらとんでもないチープかもしれませんしね、もしかしたらとんでもなく高いかもしれません。逆に自分が生きてるだけでマイナスを生むかもしれないですよね。まあこれは私がね、30代でずっと経験したんですけども、やればやるほどマイナスになるんですよ。なんだこりゃと、寝てた方が損がない分得じゃないかみたいなね。であんまりいいことではなかったんですけども、ある時ね、お店の従業員とこう一緒に会議をする時に、赤字があまりにも続くんで、みんなの給料は払うからもう出勤しないでくれって言ったことがあるんですよ。出勤するとね、お店の維持費までかかっちゃうんですよ。ね、そうなってくると集客もしないといけないし、ロスが出まくるんですよ。その結果、マイナス300万とか500万出るぐらいだったら、従業員の5人とか10人に休んでもらって、それぞれ20万とか30万をただ渡しした方がいいなと思ってたんですよ。まあ、まさにこの仕組みってのが、もしかしたらね、なんとか支援金とか給付金とかいろんな呼び方あるかもしれませんけども、生活保障のことなのかなと思うんですよね。まあ、要するに世の中には活動しない方が世の中に損がなくていいっていう人がいるっていう可能性もあるんですよ。これあんまり進めるとね、優勢思想とかになっちゃうんで、この辺で話をとどめたいと思いますけども、おそらく会社組織の中にもね、やればやるほど迷惑をかける人っていると思うんですよ。まあ、例えば新人さんとかそうだと思いますけども、でもある意味先に投資してね、新人さんは最初に失敗したり無駄なことをして、で、だんだん仕事を覚えていくもんだっていうふうに、まあそういうふうにね、上司や先輩の方が目をつぶってくれて、我慢してくれて引き上げてくれるっていうのが、じゅんぐりじゅんぐりにやって組織っていうのは長続きすると思うんですよ。その中で、前回なんかどっかでお話しましたけども、職場の人間関係が悪いから辞めたって人は、辞めてもらって本当にハッピーなんですよね。辞める人も良かったし、辞めてもらった組織の方も助かるんですよ。人間関係ぐらいで、しょぼくなるようだったら、それはいない方がいいんですよね。なぜなら組織って人間関係でできてるわけなんですよ。ただ仕事をする組織って人間関係悪くても予算が達成できれば何の問題もないわけですよ。でそういうふうに考えれるか考えられないかも、これ違いをもたらす違いなんですよね。じゃあ話を最初に戻しますけども、物を取られたりお金を取られたり、お金を無駄にしたり物を無駄にしたり食べ物を無駄にしたり、そのことについては随分と厳しいじゃないですか。でも日々1分2分5分10分無駄にすることに関しましては、なんでねそこまで無頓着で無神経でいられるのかなと思って、私はまあ何も言わないですけどね、静かに見てるわけなんですよ。だから何かをするたびにお金に変えなければいけないなと、特にお金に余裕がない人は何かをするためにお金に変えないと、
それがね、お金目的でやってるんじゃないですとかって切れ事のたまって、じゃああなたはお金の余裕あるんですよねって言ったらお金ないわけでしょ。お金に困ってるのにお金の問題を後回しにして、それこそお金のためにやってるんじゃありませんって言ったね、余裕な時間を持てるうちは、まあお金にずっと困らされるでしょうね。で、お金のせいでこんなに世の中悪いんだってなるでしょ。いや違うんですよ、お金のおかげでものすごくいい思いができるんですよ。ありがとうお金って感じですよね。困った時でも払えば助かる。月末に電気代請求来た、お金払ったら終わりでしょ。そういう風に全部終わってるんですよ、お金を払えば。でもなぜかお金にならないことに一生懸命やってね、いや僕はねお金のためにやってるんじゃないんです、皆さんの笑顔を見たいんですとか言ってね、それはまあ上手な話だと思いますよ。皆さんの喜ぶ顔を見たい、そして誰かを幸せにしたい、笑顔にしたい、それでいいんだったらやってください。でもそれによって利益が出ないんだったらいつかできなくなりますよ。いつかできなくなったらどうですか。その崇高な目的はそこで終わりです。みんなを笑顔にしたいって言ってもそれは誰もできないよねってことになっちゃうんですよ。利益を出しながら人を笑顔にするからずっとそれができるわけじゃないですか。ひいてはその後ろで待っている家族もずっと笑顔にできるわけでしょ。だから少なくとも家族を抱えている人がお金のためにやってるんじゃありませんとかね、人の笑顔、喜ぶ顔が見たいんですとかって言ってるうちは、まあ家族を泣かせることになりますし、そんなことをね家族に言ってみてくださいよ。そんなことはいいからね、遊びじゃないんだから、お金をしっかり持って帰ってって話になりますよね。それはね家族の方が怒るのは当たり前だと思いますし、家族じゃなくても私だってね、自分の塾生がねお金のためにやってるんじゃありませんとか言ったらね、それもう波紋ですよ。こんなのは金を稼がなければ私の塾の格も落ちるわけですよ、ね、そういうふうな他のメンバーのことも考えてあげないと。速稼塾のメンバーはみんな稼いでますって言ったら、あ、速稼塾ってのは本当にいい塾なんだね、稼いでる人同士で集まれば人間関係もいいわけですよ。でも稼げなくてもいいんですって言ったらね、じゃあ同じ稼いで頑張ってる塾生さんは、おいおいやめてくれよって、稼げる塾にしようぜみたいな、ね、ことになると思うんですよね。これは速稼塾じゃなくてもどこでも同じですよ。ある目的を持って集まってるところに、例えば東大合格塾とかに行くでしょ。いや僕は大学受験しませんって人が塾の中に入ってきてね、何やってるんですかって話じゃないですか。いや僕は東大だけがそんな人生だと思いませんとか言って、東大の何試験を受けるんですかって話ですよね。そもそも塾に入んないでくださいって話になるじゃないですか。はい、まあいろいろと前段階申し上げましたけども、全ての行動はお金にならなければやっぱダメですよ。特にビジネスを意識したり、その自動的にもらえる、なんかその生活保護的なものをもらってるんじゃなかったらね。でサラリーマンの方が月末になったらお金が入ってくるのを自動的にお金が入っていいよねって考えるのもちょっと違います。サラリーマンになるのも大変ならば、サラリーマンを維持するのも大変だからですよ。だからサラリーマンが楽って考え方もちょっとね昔の考え方で、今はサラリーマンだってね危ないですからね。サラリーマンの方がリスクが高いと言えるかもしれませんね。だってサラリーマンの方で副業ができない方っているでしょ。会社では禁止されてないけども、副業することによって信用が落ちて自分の成績が結果的に悪くなる人もいるんですよ。例えばね、最近始まったリファイトクラブっていうのがあります。これはキックボクシングのインストラクターさんが自分のリモートのキックボクシング塾を始めたっていう形なんですけども、これは私のあのデザインでやってるんですよ。ただねまだお話してないですけども、重大なここに懸念があります。それはですね、このキックボクシングのインストラクターさんが自分の所属しているジムと自分が運営しているオンラインジムがありますよね。集客の問題なんですよ。どういうことかっていうと、ジムのオーナーから見るとね、従業員のキックボクシングのトレーナーさんが自分の塾を運営している、自分のキックボクシングジムを運営しているっていうのはリモートであろうとなんだろうと集客のリスクにさらされてるんですよ。だってね、ジムで募集した練習生さんをこのトレーナーさんが俺のオンラインジムに入りなよって持ってってしまう可能性があるわけですよね。そこまで積極的ではないにしても、塾生さんがこうやってきてね、キックボクシングのトレーニングを受けてる中で YouTube 見た時に、あれなんかもしかしてオンラインのキックボクシングジムやってませんって言ったら、あ、まあやってるよな、こっそりねって言ったところで、僕このジムやめてあなたのオンラインジムに入りますってなりかねないわけですよ。そうなったらこのキックボクシングジムのインストラクターさんって板挟みになっちゃいますよね。自分のやりたいことは禁じられてないんだけども、なんかもしかしたら皆さんにねものすごく悪いことしてんじゃないかなと、こっちのお客さん取ってるんじゃないかなっていうふうな、そういった気持ちにも苛まれますし、非常にややこしくなりますよね。まあ、そういった意味で自分の気分的なもんじゃなくって、まあ、いわゆる組織の一員としてやっていいんだろうか悪いんだろうかっていうふうな、その、まあ、ルールとも言えないようなモラルの壁にこう挟まれることがあるわけですよ。
で、そういったことを考えると勤め人っていうのも別に楽じゃないってことなんですよね。まあ本当に営業マンとして働いてる方にしてもそうですよ。だって会社の商品を一生懸命営業して売らないといけないのに、自分のオリジナルの商品一生懸命売るわけでしょ。で、会社員ってのは別にね、出勤した時だけが勤務じゃないんですよ。365日24時間会社員でいるっていう身分は常につきまとうということは、休日でも早朝でも深夜でも寝てる時でもどこどこ会社の社員の一員なんですよ。じゃあどっかで飲んだくれて、どっかでね喧嘩して怪我をさせました。会社も責任かぶるんですよ、勤務外のことなのに。つまり勤務外であっても所属はどこなんですかってことが常に問われるリスクを会社を背負ってるってことなんですよ。だから会社員一人が身勝手なこともできないし、例えばね、立場が上がってくるとスキャンダルにも巻き込まれるんですよ。まあ無名な会社だったらなかなかないと思いますけども、例えばね、東芝とか京セラっていう会社の幹部、経営役員とか部長とかがね、どっかで、クラブとかでホステスさんをね、なんか暴言したとかね、ちょっとこうエッチな誘いかけたって言ったらもうスキャンダルですよ、これね。スキャンダルが起きるとその地位を追われて、もうその会社を辞めないといけないかもしれない。香川照之さんみたいなことになるわけですよ。香川照之さんなんてのはね、数年前に和解した問題を蒸し返されてテレビ降板ですからね。これむちゃくちゃですよね、あまりにも。まあその話は置いといて、全ての活動はお金に変えなければ、まさに家族を後回しにしてやってることにもう申し訳が立たないわけですよね。でもやっぱり人間には趣味があります。楽しみを持ちます。余暇もあります。無駄なこともします。人間ってのは言ってみれば無駄なことの繰り返しでできてるわけですよ。だって無駄なことを一切しないとしたら、じゃあ全ての趣味とか趣向ってのができなくなっちゃいますよね。それこそその趣味によって商売してる人のそのビジネスチャンスを失うことにもなるんですよ。だから趣味は OK だと思いますよ。つまらないなと思いながら無理やり付き合うことも時にはあると思うんですよ。で、そういうのをね、やった後でそれをどう無意味なものを、無価値なものを価値や意味につなげていくかっていうのが、まさに男ビジネスマンとしてのスキルになってくるわけですよ。これもだから違いをもたらす違いなんですよ。じゃあ何をもってね、無駄を無駄じゃないようにさせるかってことなんですけども、これが YouTube なんですよ。YouTube は全てを現金化できるわけですよ。特に広告収入が入った方っていうのは、これがすぐに体験できます。例えばね、子育てをやってました。多くの方には子育てっていうのは自由を束縛されて大変だみたいな思いがするでしょ。違うんですよ。子育てで起きたこと、エピソード、トラブル、解決方法、全部体験できるわけでしょ。それを YouTube でずっと紹介していったらどうですか。これから子育てをする人とか子育て中の方がね、まさにね、なるほど、他にもこういう思いをしてる人がいるんだ、こうやって解決してるんだって重大なヒントになってアクセスが集まるじゃないですか。もしくは子育てが終わった方がね、なるほど、最近はこうやってるんだ、あ、自分もこうすればよかったんだっていうふうに回顧録的に見てくれるんですよ。で、私のね、子育てコンテンツってのは2年前に20万円で3本売れてるんですけども、子育てが終わった方が見てるんですよ、ね、60代の方とか70代の方が久保さんの子育てのコンテンツ買いました、なるほど、こういうふうにやっていけばあの時大変だった思いが楽しみに変わったんだ、すごい工夫だなとか言ってね、この考え方すごいなみたいなね感じで共感してくださって、一件20万円が売れるわけですよね。じゃあ子育てができなかった方はこれ売れないですよねって話になるんですよ。つまりビジネスチャンス失ってるんですよ。子育てをしてきちんと問題解決に向き合っていくと、全てがこれがお金になっていくってこともある。つまり結果的に無駄がなくなったってことなんですよ。もちろん子育てそのものを無駄っていうふうには私は考えてないですよ。そこの中で学ぶものとか、あの思い出とかっていうものも残りますしね。これは自分だけの宝物なわけなんですよ。今でもね、こう想像するんですけども、もうなんかね、1年前とか2年前のことってもう戻ってこないわけですよ。でもその時に一緒に出てよかったなとかね、一緒に取り組めてよかったなってのはね、本当に胸が熱くなるような思いで、これはもうお金に換えられない価値だと思いますね。だから結果的に儲からなくてもつぎ込んだ価値はあるなと私は思いますよね。はい、まあ、子育てのことでもこれだけ語ってしまいましたけども、じゃあ今度ね、介護に話を移してみましょう。即家塾の塾生さんでは介護をしてその模様を YouTube で放送している方がいます。アクセスは500万回とかね、撮ってる動画もありますね。少なくとも数万回再生のものが多いです。まあ、あの西岩倉村の山根さんって方なんですけども、この方のね、介護のレポートってのはすごいです。あのおじいちゃんの介護をしてるお父さんですけどね、お父さんの介護をしてるんですけども、まだお父さんがあの元気だった時、介護を必要としなかった時でも私お会いに行ってるんですよ、お会いしに行ってるんですよ。その頃からの、まあ、お付き合いもあってですね、
まあ、徐々に介護が必要になって、そのうちに車椅子になって、そのうちに寝たきりになってっていうふうに本当リアルタイムに見させてもらって、自分の身に起きたらどういうふうな思いだろうかっていうふうに想像するのと、やっぱ山根さんは山根さん自身でたくさんの経験や知識の中からきちんとね介護をしながらそれを記録に残すこと、それを楽しみと喜びと、まあやっぱりね大変なところもあると思いますけども、その狭間で仕事を持ちながらやられてるわけですよね。でそこに共感する方が多かったりで、山根さんのお住まいの西アークラソンっていうのは人口が1500人ぐらいなんですよ。山根さんのチャンネル登録がそれより多くて2000数百人だったと思いますけども、つまり一つの村の村長さんみたいにYouTube チャンネル運営してるんですよね。さらに自分の村ではどう考えてもどう頑張っても1500人の付き合いしか持てないものを YouTube をやることによってそれ以上の数百万人という方と関わってるわけなんですよ。これはなんかすごいことだと思いますよ。これもだから YouTube が可能にしてるわけですよね。それから趣味で車のことをよく考えている方もいらっしゃいますけども、このカーライフも YouTube によって現金化できます。つまり車の経費が YouTube をやることによって車自身が稼ぐってことなんですよ。余談ですけども、私も子育て動画とか出してますけども、きちんとねちっちゃい大和くんがお金稼いでくれてますよ、 YouTube に出ることによって。だからもう自らね稼ぎ始めた幼児ということになりますよね。それから恋愛ですよね。恋愛の経験がある方ない方どちらでも YouTube でアクセスを取ることができます。だから恋愛っつったってね、別れた恋愛が無駄かっていうと無駄じゃないでしょ。やっぱりそういうのも必要だったわけですよ。少なくともあればあったで役に立つわけですよ。なければないでなんとかなりますしね。それから料理ですよね。料理は常に日頃から多くの方がされてる行為だと思いますけども、その料理だってねお金を稼ぐことができます。料理そのものよりも何を準備したかとかね、どんな段取りで片付けたかっていうね、まあよく私もこう調理とかね料理の世界にこう関わっていて、片付けながらこう作業をするみたいなことを覚えるわけですけども、こっちでねお鍋をかけながらこっちで片付けをするんで、料理が終わった時には台所が片付いてるって形ができるわけですよ。でそういった動画も結構アクセスを取るんですよね。やっぱ一個一個料理をしながら片付けを後でまとめてやるっていうのもしっちゃかめっちゃかになっちゃうんで、それこそ水も散るしね、雑巾何枚もベタベタになるし、そうなってくると今度片付けるのも億劫なんで、だんだん調理場から体が離れていってしまうってことになりますけども、コンパクトな作業ができるようになったりとかね、やっぱり料理の経験がある人とか飲食店をこうお勤めになった方っていうのはやっぱりこう台所の使い方とか買い物の時から上手なんですよね。もう買い物もこの動線っていうのがありますけども、回遊動線っていうのがね、もう店によって行くところがもう最短距離で決まってるんですよね。だから無駄もないし買い逃しもなかったりするわけなんですよ。で特売にも踊らされないみたいな、ね、そんな形になってるんですよね。まあ、特に私スーパーの勤務があって、そのお客さんの心理をどのようにね購買に向かわせるか、あと一品余計に買わせるかみたいな、その罠をいっぱい仕掛けてた方なんで店を見た瞬間に、ああなるほど罠がいっぱいあるなとかね、あとはその陳列によっては、あ担当者が全然作業間に合ってないとか余裕を持ってやられてるなとかね、まあいろいろとね汲み取ることがあるんですけどね、まあ厄介なお客さんですよ。まだまだあります。思い出話だって YouTube にすることによってアクセスを稼いでね、要するにお金を稼ぐことができるわけですよ。思い出話ってお金になるって発想ほとんどないんですけども、 YouTube はそれを可能にしてくれるんですよね。あと自分の体験やエピソードじゃなくても他人のことをね YouTube で紹介することでもお金が稼げちゃいますね。最近でしたら三浦瑠麗さんって方が、なんか旦那さんがね10億円の詐欺をやってたらしいんですよ。でその奥さんということでいろいろと取り出されているんですけども、そういった他人のトラブルに対して自分なりの見解を言うこともこれもアクセスを呼びやすいんですよね。特に有名人著名人についてのコメントっていうのは人が集まりやすいんですよ。他の人はどう考えてるのかなとか、いわゆるねテレビの決まりきったコメンテーターが言うことじゃなくて一般の声を聞いてみたいっていうニーズがあるんですよ。その他いろんな職業が世の中になりますけども、その職業についていろいろと語っていくとかね、その職業の裏側をお話しすることもアクセスになってきます。そうなってくると趣味だろうがその性の悩みだろうと、無駄と思えていたものを全部ね YouTube によって無駄じゃないものに転換することができるのが、これが違いをもたらす違いのまた最大のものです。特にチャンネル登録1000人を超えて収益化の条件を達成されている方は、無駄と思えるもんでも動画にすることによっていくらかでもお金になるんですよね。つまり YouTube 活動全部がお金になるんで、アルバイトでも正社員でも何でもいいんですけども、 YouTuber としての生き方っていうのがそこに並んでくるってことなんですよ。さあどうですかね、無駄をやったぞとかね浪費したぞっていうふうに思った時に、じゃあそれを YouTube にしようかなと、
こんな経験は無駄でしたみたいなね、自分の回顧録を話すだけでも10分15分話すことだけでもそこにアクセスとお金が集まってくると、広告収入が入るということになります。どうでしょうか。そういうふうな形でね、いろいろ使えていけるんじゃないかなと思います。私の動画のシリーズにその令和セルシオっていうね、コーナーがあるんですけども、これ令和セルシオって何かっていうと、セルシオに乗ってその中で雑談してるだけなんですよ。車の紹介とかしてるわけじゃないんですよね。でもこれも一定の、まあ、リピーターさんがいらっしゃるんですよね。まあまだ販売にはつながってませんけども、広告収入は順調に入ってます。うん、で、なんですかね、人の笑顔が見たいって話ですよね。それは立派なことだと思うんですけども、誰かを笑顔にしたい、幸せにしたいっていうふうに事前事業でやれるほど余裕があればいいんですけども、余裕がないうちは人が喜ぶことをしながら喜ばした対価をもらわないと次ができないんですよね。次ができないし、まあお金を持って帰ってくれるだろうと思って待ってる家族からしたらね、ふざけんなって話になりますよね。他人を喜ばせて家族には1円も持って帰られないのかって話になるじゃないですか。それは対立起きますよ。だから好きな人生を送りたいんだったら、文句を言う人が、ね、いなくなるように人間関係を断っていくか、欲しいもの全部与えるかでしょうね。それ以外はないんじゃないかなと思いますけどね。まあ、こういった思考でやっていくと、まあ、最後にちょっと言いましたけどもね、不満を出る人、不満を持ちかける人を全部をそうならないようにしていく方法っていうのに行き着くわけですよ。つまり人間関係を断つか、不満が出なくなるまで尽くしていくかということになると思います。これはもうビジネスだろうと普通の人間関係だろうと何も変わらないですよね。だからできることをしないっていう選択っていうのはないと思うんですよ。はい、じゃあラストになりますけども、これはね、多分もう納得できることだと思いますが、とにかく稼げる人との関わりをなくさないことですよ。で、稼げてない人との関わりをなくすことですよ。まあ、YouTube のリレー動画ってのはありますけども、この人稼いでないなと思ったら早くやめることですよね。この人稼げてるなと思ったら絶対にやめないことですよ。それだけでもだいぶ未来は変わってくると思います。で、まあ私がね YouTube をやるやらないっていうのは、まあ、少なくとも1万本いってるかどうかぐらいのレベルなんで、あとはみんなまだね駆け出しだってことだと思いますけどね。なんで駆け出しのうちはうまくいかなくて当たり前なんで、うまくいかないことに悩まないことですよ。来るべき時が来ていると思うだけじゃないですかね。そして1万本を超えるとね、今度別の景色が見えてきます。1万本を突破してない時には分からなかったような困難がそこに待っていますので、さらにマインドを強く持って取り組んでいただきたいですね。はい、じゃあ20分ほど話しましたかね。20分分の何か価値を提供できていればと思いますけども、まあ、少なくとも稼ぎ切ってる立場から20分を提供したわけですから、役に立ってもらいたいなと思っております。それではいってらっしゃい。